形成時は、アメリカの画家、詩人。詩的、哲学的なテーマを扱い、幾何学的、建築的オブジェや、無人の空間を特徴とする作品を制作した、シュルレアリスムの画家として知られる。夫は同じくシュルレアリスムの画家イブタンケイ形成時は1898年6月25日、キャサリン・リン・セージとして、ニューヨーク州オールバニ軍ウォーターブリーとの裕福な、 家庭に生まれた。父は木材産業で財を成した上院議員であったが、早くに両親が離婚し、アルコール依存症などの問題を抱える母との複雑な関係の中で成長した。また、転校を繰り返し、母と頻繁に旅行するなど、家庭生活、学業とも不安定であったが、この間にフランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語を学ぶ機会を得、特に、 フランス語とイタリア語が流暢であった。ワシントン DC のコーコラン美術学校と出会って1925年に結婚。ローマとラバロを行き来しながら夫に同伴して社交界に出入りするなど貴族としての生活が始まった。1935年に離婚するまでの10年間は絵を描く時間はほとんどなく画家としての自らの可能性を閉ざしてしまうことになった。 転機となったのは、画家オノラーとカルランディとの出会いであった。聖治は、カルランデから古典絵画における遠近法を学び、油彩、水彩、木炭画などの技術に磨きをかけた。さらに、イギリスの若手彫刻家、ハインツ・ヘンゲスと、当時彼を支持していた、アメリカの詩人エズラ・パウンドに出会い、二人の支持を得て、ミラノの画廊に初めて作品を展示することになった。また、 この頃から、ジョルジョ・デキリコや、リブ・タンギーの影響を強く受けた、抽象画を制作し始めた。1935年にラニエルと離婚し、1937年に、ドフツ。1938年のシュラン・デパン・ダンテンに油彩を、出展し、シュルレアリスムの作家アンドレブルトンと、画家イブ・タンギーに絶賛された。これを機に、ブルトンが率いるシュルレアリスムの運動に参加し、 同じ1938年にパリで開催された国際シュルレアリスム展に出展した。タンギーと恋愛関係になったものの、第二次世界大戦が勃発すると、アメリカ人の政治は帰国を余儀なくされ、ニューヨーク市に今日定めた。ニューヨークでは、シュルレアリストラフランスの芸術家の亡命を助けるために、ビザ申請や渡米後の一時滞在施設の確保に追われた。 アンリ・マティスの息子で画商のピエール・マティスは当時、ニューヨークで画廊を経営しており、政治は1940年にこの画廊で、初の古典を開いた。同年、米国に亡命したタンディと再会して結婚。翌年、コネチカット州リッチフィールド郡、ウッドベリーに越した。彫刻家、アレクサンダー・カルダーや画家アンドレ・マッソンが、同じコネチカット州に住んでいた。 1941年からタンディが亡くなる1955年までは、政治にとって最も実り多い時期であった。1943年に、ペギー・グッケンハイムの、今世紀のアートギャラリーで開催された、女性31人展は、当時、米国に亡命していたブルトン、マルセル・デュシャン、マックス・エルンストが特別に審査員に加わり、政治のほか、レオノーラ・キャリントン、 マリア・エレナビエーラ・ダ・シルバ、レオノール・フィニ、エルザ・ホン・フライター・クローリ、メレット・オッペンハイム、フリー・ダ・カーロ、ドロテア・ダニングらが参加した大規模な展覧会であった。また、通常は、夫・タンギーと共同で仕事をすることはなかったが、1952年には、ハート・フォードのワズワース・アセニアム美術館で二人展が行われた。 1955年に夫タンギーが脳出血で急死し、政治は深い精神的痛手を受けた。さらに白内障を患った彼女は次第に人付き合いを避け、鬱状態に陥った。画風も変化し、1956年制作の通過には暴爆とした無機質な空間でたった一人彼方を見つめる女性の背中が描かれている。 1959年に自殺を図ったが未遂に終わり、試作やアサンブラージュの制作をしながら、タンギーの作品を整理し、目録を作って過ごした。これは1963年にカタログレーゾネとして刊行されることになるが、聖事は刊行の数日前に再び自殺を図り、64歳で死去した。聖事は芸術作品のほか詩集4冊と自伝的テクスト、 陶器の卵を残した。没後、タンギー、ブルトン、カルダー、マッソン、ルネマグリット、ポールデルボーの作品を含む政治の個人コレクション約100点がニューヨーク近代美術館に所蔵された。ありがとうございます。